おいおいおい、プラクテンイーグルス安楽智弘、ちょっともう救えない、はい、あ、救えません。あの皆さんね、あの記事見た方もいるんじゃないですか。あの今朝のこの楽天の安楽投手がこのチームメートに対してまあパワハラ行為、パワハラとかのね暴力行為とかいろいろ働いてたと、そういう報道が、まあ、週刊誌ではなくもうこの大手新聞社からもう一斉に出ましたと、はい、これ内部告発があったようですね、選手から、しかも複数人から、でなんか球団の社長もなんかあの契約更改を見送ってしっかりと調査していくと、はい、もうかなり事態が大きくなっております、はい、まあ正直かなり信憑性高い、話、これが本当なんであれば救えません。ああもう許してはいけない、これは、救えません。今までビーモレルね、もう数々の選手を救ってきましたよ。本当に清田育弘選手とかね、ね、3回不倫した育弘ですら、まあでも野球選手結果出せばいいからっつってね、そういうなんかその男やしそういうことをするのも俺わかるっつってね、まあ育弘は救わせてもらいました。はい、育弘、オリックスで一緒に優勝を目指さないか。育弘、オリックスの中継ぎピッチャーとして入団しよう。まあ、トレードで何でもいいから。お前、ピッチャー転向。超選手みたいに。まあ、山川選手の時もね、あの時も大多数がね、もう犯罪者山川とね、もうブーイングしていく中で、俺は山川を救いました。小高、お前サークルチェンジのスタッフになれよ。うち今人足りてないんだよ。まあ、だってあれに関しては記事の信憑性が完全に女性の一方的な、まあ、言い分であって、山川選手が本当にああいう行為をしてるのか、で実際不起訴になったからね、だから俺はその可能性を信じて穂高を救ったんよ。隼人も救ったしね。サークルチェンジにあの美人な女の子はいないけど俺がいる、絶対楽しませる。そして最後に噛みついてくれ。ハヤトなんかね、ケツ穴確定しただけやからね。今考えたらね、全然救えるんですけど。安楽智弘、お前ちょっと救えない。これちょっと俺許してはいけないと思いますね。はい。安楽投手がその後輩から告発を受けたこのパワハラの内容というのが、まず、ゾゾマリンスタジアムで、逆立ちをさして、ね、ズボンバーって下ろして、で、下半身露出させて、そこに靴下はみ込んで、大荒れ爆笑っていうね。他の選手もこれはいじめじゃないかと、その通りいじめです、それは、はい、いじめなんですよ。で他にもね、後輩を飯に誘って、本当にしつこく誘って、で断った人にはね冷たく態度接したりとか、でたまにはねその暴力行為平手打ちして、鞭打ちになったりとか、無痛に怪我しちゃってるんですよ。これはねもう到底許されざる行為と思いますね、はい、マジで人としてね当該してると思いますね、これに関しては。だってね、今まで俺が救ってきた人たち考えてください。育弘めっちゃいい人なんですよ、人間として。だから育弘の引退試合でみんなねお花とかね送ってるんですよ。中村翔吾選手、荻野貴司選手、みんな育弘にお花送ってるんですよ。それだけ育弘は慕われた人間としては素晴らしかった。隼人だってね、本当に、まあ、女性には厳しいけど、でも後輩たちには慕われてる、チームメートには慕われてるんです。それがね、何、安楽投手は後輩にパワハラして、それで挙句の果てにはみんなから告発されて、それはちょっとね、もうその野球選手はプレーで示したらいいって僕はずっと言ってますけど、それ以前の問題じゃないかなと思うんですよね。そのチームメートに対して何、そのいじめ、もう絶対許してはいけないと思うし、チームの士気も下がるしね。でこの楽天というチームで、いやそうか、まあここで島内は先輩に当たるか、いや本当楽天もね、いい選手いっぱいいますけど、誰に会ったとかはね書かれてないんですけども、この楽天の応援歌が素晴らしい選手たち、この選手たちにねのいびってるとかで、もうちょっともう腹立ってしゃあないですよね、ほんまにね。いやこれはね絶対許していけないですよね。辰巳とは同い年か、辰巳とは、まあ同い年はさすがに、後輩にやってるっつってるからね、他の選手に。もうちょっとほんまにね、あのニュース見た時はちょっと胸くそ悪かったっすね。でしかも今日ね、山崎福也投手が FA のニュースも同時に出てるんですよ。まあ、正直野球界からしたらこのね
大争奪戦になった山崎福也投手が FA で西山に決まりました。かなり大きいニュースなんですけど、安楽投手のこのやらかしのニュースによって山崎福也投手がちょっとちっちゃい扱いやってるんですよ。山崎福也投手のこの一野球選手としてのすごい大事な日に、なんかとんでもない悪いニュースをかぶせてくる安楽、お前はもう救えないよもう、マジで救えん。まあだからね、まあ、この記事がね、まあその嘘やったって場合はね、それはもう僕も謝ってね、まあ、動画も多分消すんですけど、でもまあね、おそらく複数人からの告発、大手新聞社が全部報じて、球団も今動いてると、まあかなり、まあ、濃厚な状況ではあると思うんで、ちょっともうね、許してはいけないですね、救えないですこれは、はい。なんかね、その済美高校の時にもね、なんかその安楽投手は関わってないって言ってたけど、なんか後輩にカメムシ食わしてみたいなね、まあ、安楽投手やってないかもしれんけど、うん、だからそういうところがあったんかもしれない、体育会系の。でもですよ、でもですよ、でも他の後輩だってある程度やっぱその体育会系のその上下関係みたいなのってのは経験してきたと思うんですよ、野球界なり誰しも。それはもう大なり小なりみんな野球部ですから、小中高とね、野球の多分競合でずっと上下関係厳しい中でプレーしてきてるんで、まあそういうのは多少体制あると思ってるんです、僕は。野球選手ってそういうなんかその上下関係の厳しいところでやってきたその選手たちがプロ野球の楽天というチームに来て、そういう人らがメディアに告発するって僕相当やと思うんですよ、うん、それはもう上下関係の域を超えてるもんじゃないかなと僕は思うんですよね、うん、ちょっとこれはね、球団には厳罰に対処してほしいですよね、はい。その一人の行動でそのチームの士気を乱すっていうのは本当にあってはならないんで、うん、イーモレル宛てではありますけど、楽天選手たちも昨年にサイン送ってくれてるんで、はい、なんかそういう選手たちにね、あのそういうパワハラっていうのは僕はちょっと本当にやってほしくないっすね、はい、うん。ってことで、まあ安楽智弘、もう正直今回の件に関してはもう球団からまあ処分が出ると思うけども、まあしっかりね、まあ事実をしっかりと話して、まあ自分を見つめ直して、まあ、なかなかね、人ってのは簡単に変われるもんではないですけども、気持ちを改めて、まあ、今後もね、一応同い年なんでね、安楽投手と僕その同い年で、その甲子園のヒーローが安楽投手とかやったんで、ね、高校2年生で155キロ投げて本当にピッチャーとして素晴らしい選手やってんで、うん、まあ選手としては本当にいい選手と思うんで、まあ、まずはでもね、しっかりそこの人間性の部分をね、直してもろて、はい、うん、そっからですよ、そっからじゃないともう今回に関して僕はもう擁護したくありません、はい。ということで、安楽智弘は救えない、以上です。